おすすめの練習用のグローブを教えてください。9月に出ました、超最新版ですね。じゃじゃん、ライトアップ TV ということでね、今回は、まあ、雨が続いてるっていうことでね、室内での撮影をしてます。でよく最近本当に YouTube 始めてからコメントとか、あとは DM、 Twitter の DM とか、まあ、LINE アットの方でもよくお問い合わせをメッセージをねくれるんですけど、その時によく聞かれるのが、おすすめの練習用のグローブを教えてください。これをよく聞かれるわけなんですね。なんで今日は練習用のグローブを紹介しようということで、ちょっと最新の方ではないんですけど、古い方ではあるんですけど、これいいよっていうのをちょっと紹介したいと思います。今回紹介するのは2つですね。2モデルあるんですけど、まず1つ目がこちら、じゃじゃん、HO サッカーさんのワンネガティブワンシリーズです。いろいろ1っていうやつで、いろいろシリーズ、ここに1って書いてあるんですけど、1シリーズいろいろあるんですけど、基本的に1シリーズは練習用におすすめなグローブになってまして、なんで練習用におすすめかっていうと、特になんですけど、ここですね、ここなんて言うんだっけ、なんかここについてるんですよ。なんでしたっけ、ここの、ゴムっていうのがすごくいいんですね。キーパーの練習とかしてると、ちょっとつけますね。キーパー始めたての子とか、あとは練習中こう結構激しいトレーニングとかをする時とかって、どうしてもこう倒れた時に手のひらをこうザッてついちゃったりとか、地面についちゃったりとか、手のひらをついて倒れたりとか、あとまあ弾いて起き上がる時に手のひらついたりとかで、パームのここ、パーム、このゴムの面のここら辺、手のひらの下の部分ってめちゃくちゃ破けません？やっぱ指とかもキャッチングするから、多分摩擦とかで破けてはくると思うんですけど、次にここじゃないですか。なんならここが一番破けません？指とかの次に。ですよね、多分。私は結構破けてました。うん、記憶だと。あとはそもそも手こうジャってつきすぎて、ここの縫い目の部分破れますとか結構あると思うんですよ。まあ倒れ方をね、ちゃんと練習すればここ破けないようにもなってくると思うんですけど、まあすぐにそういうわけにもいかないんで、やっぱ練習するときはこういうゴムとかついたやつ、アディダスとかでもありますよね。ここになんかパーム2枚くっついてるような感じのやつ、ああいうのは練習にすごい適してるんじゃないかなと思います。でこれ結構古い方なんですよね。これ一番最初に私が HO サッカーでつけたグローブ、初代の HO サッカーのグローブなんですけど、私の中でなんですけど、これつけた時はもう衝撃でしたね。こんなに取れるかと、この金額でみたいな。しかも何ここみたいな。ずっと私ウール使ってたんで、ウールこういうのあんまついてなかったんで、このシステムというかこのゴムがついてるってことにはちょっと衝撃受けましたね。しかも私の好きなネガティブカットだし、この1シリーズ、ここにこれがついてるやつは結構練習用おすすめです。ここがついてるんで結構長く使えると思います。練習用におすすめです。はい、次におすすめのグローブがですね、これは新しいやつです。今度新しく出ました、9月に出ました、もう超最新版ですね。じゃじゃん、スプレモクローンの、これなんだろう、パシフィックブルーかなっていうやつです。これも練習用とか、あとは小学生の子たちにおすすめのグローブになります。で何がおすすめかっていうと、小学生とかのグローブって割とこうペラペラしてるじゃないですか。取りにくいとか、グリップ力そんなないとか。これはね、結構グリップあるんですよ。あるって言っても、他のね、ちゃんとしたグローブ、ちゃんとしたグローブじゃないかって言ったらちょっと語弊があるけど、普通の試合用とかで使うグローブに比べたら、もちろんそのね、ハードソフトグリップっていう一番下のグリップなんで、全然ペタペタする感じとかはないですけど、十分キャッチできます。ちょっとボール持ってきますね。
まあ一回これ洗ってるんですけど、私6号です。6号でもまだ、まあ使い始めだからっていうのもあるけど、ワンハンド、まあできる感じですね。全然できます、ワンハンドキャッチも。これ5号球ですね。5号球って書いてあるか書いてないけど、これ5号球です。で、私6号です。こんな感じですね。結構普通にキャッチできます。だし、まあパームもね、3ミリで、3ミリなのかな、多分3ミリぐらいある感じで、グリップもそこそこあるので、結構これいいと思います。カットもネガティブカットになってるので、フィッティングも高いですし、まあ、軽いですね。スプレモシリーズならではの軽さっていうのもあるので、すごくこれスプレモのクローンはですね、私結構練習用としてはおすすめです。価格もそんなに高くないので、練習用としてはなかなかいいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ使ってみてください。はい、ということで今回ね、2つ、まあ1つはちょっと古い型になってはいるんですけれども、1シリーズはずっとHOサッカーさんで出てるようなモデルになっているので、練習用として使うんであれば、私の中のおすすめは1シリーズと、あとクローンシリーズ、この2つは結構おすすめできるグローブだと思いますので、キーパーグローブちょっと興味あるよ、買いたいよっていう人もしいたら、LINE アットとか、あと Twitter の方に DM メッセージもらえれば、いろいろね、お答えできることもあると思いますので、サイズ感とかね、ぜひ連絡してみてください。はい、ということで今回の TGK ライトアップ TV はここまで、ぜひチャンネルの登録といいねお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!